は今もう夏のセールやってるんですよ。次が一番値下げ幅が広かったやつ。なんと、ただただクオリティがいいんですよ。クオリティが良くて安いっていうところなんで、はい、本日はですね、皆さん、今すぐ買えるセールアイテムをご紹介していきたいなと思います。ということで、7月の20日ということでね、夏も近づいてきて、もう梅雨も明けて本番やいう感じなんですけども、実は今もう夏のセールやってるんですよ。だからもうずらーっとここに並んでるやつを言っていきます。で、総額で言ったら、4万959円お得に買えるということなんで、ダダダダッとお伝えしていきたいので、よろしくお願いします。すべて紹介するアイテムっていうのは下の動画説明欄に貼ってますのでご確認ください。ではまず一番最初っていうのがですね、ここら辺は定番なんですけど、バンズのオーセンティック。これに関しては元値がまあ6600円なんですけど、4980円。これはまあ年間通してまあセールしてるっちゃセールしてるような気はするんやけども、1620円安く買えますよと。1620円って言ったら昼のランチ代ぐらい安くなるじゃないですかってことでしょ。はい、とまあこんな感じですね。バンズです。別にまあ新しいこともなんでもなくて、バンズなんかこれ夏だけじゃなくて、秋冬もいつでも使えるから。次がですね、こちら行きますか。リグのサンダルなんですけど、これメーカー希望小売価格7920円から6820円ということで、値引き額は1100円なんですけども、1100円安く買えるよと。まあもちろん僕は定価で買ってるんですけど、今年買ったサンダルの中では結構いいなと思ってて、僕一番いいなと思ったのがヌーソルっていうサンダルで、それは今回セールにはなってなかったんですけど、これもね非常にいいんちゃうかなと思ったんで、安くなってたので紹介させていただきました。で、続いてサンダルなんですけど、このノースフェイスの足板サンダルね、僕の担当の佐川の人が僕の YouTube チャンネルずっと見てくれてる人で、この動画見たけど、なんか足痛い言うだけやめといた方がいいって言われて、僕は正直おすすめせんですねとは言ったんですけど、セールになってたんで紹介します。9900円が定価なんですけど、それが6881円ということで3019円安くなっておりました。まあ3000円安くなってたら結構でかいですよね。やっぱリカバリーサンダルはね6000円台でやっぱ買えるんですよ。定価では買えないですよ。やけどまあなんだかんだセールとか言いながら見たら6000円台で買えるっていうところがリカバリーサンダルなんで、まあ人気のサイズの人とか人気のカラーの方に関してはちょっともしかしたらないかもしれないですけど、安く買いますよと。で、次が一番値下げ幅が広かったやつ、なんと7006円も安くなってます。どれやったかなってなるんですけども、これです。こちらでございます。レインボーサンダルでございます。で、このレインボーサンダルって数年前まで1万2000円とか1万円ぐらいやったよなっていう気やったんだけど、定価見たらね今も1万8408円もう約2万円ぐらいしてるんですよ。で、それが7006円安くなるっていうことはですよ、なんと1万1480円っていうことになってまして、ついこの間ハワイ行った時も僕見たんですけど、その時で、ね、70ドルか80ドルぐらいやったんで、ちょうど同じぐらいの値段、1万2000円ぐらいやと思うので、海外旅行行かなくてもハワイの価格で買えるっていうことなんで、これはねめちゃくちゃお得やなと思いました。ただサイズが今残ってるか色が残ってるかちょっとわからないんですけど、僕自身もこれ5年6年履いてるんかな、6年履いてるんか、でもまだまだ現役やし、これ10年ぐらい全然履けれますし、この黒の方とかやったらまだ2年とかしか履いてないので、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なのでレインボーサンダルこれ持ってはる方、多分欲しい方ってもうすでに持ってる人だと思うんですよ。カラー違いで欲しいなっていう方が欲しいやつなんですね。なんか一発目でねレインボーサンダル買おうかなっていう人って多分少なくて、これも普通な見た目のどこがええのって言いながらみんな買うんですよ。僕の嫁もねレインボーサンダル今まで履いてなかった、6年前に買ったからほぼ履いてなくて新品でこったらかしちゃったんですよ。うわもったいないと思ってたら、今海外住んでるじゃないですか。で持って行って自分でずっと履いてらっしゃるんですけど、めっちゃレインボーサンダルいいなって今まで気づかんかったわ。今更かいと思ったんやけども、なんか今更気に入ったみたいで毎日履いております。履くと分かるんやけど履かないと分からへんっていうところがレインボーサンダル良さなんですよ。で、ちょっとリグとかも履いてみましょうか。はいはいはい、やっぱ甲がだいぶ高いから僕はブカブカしてますけども、まあやっぱ柔らかいですね。ノースフェイスの方のサンダルはやっぱりきついですね。足が入らない。やっぱりワンサイズ上で買った方がいいかなと思います。まあレビュー動画で言ってるので詳しくはそちら見ていただいたらいいかなと思いますけど、足が入らない。ちょっと足むくんでるんかな、わからんけどもちょっと入りませんね。そして次がですね、あの大谷翔平選手も履いてるサンダルにそっくりなサンダルでございます。大谷翔平選手が履いてるのはモンクレールのサンダルやから5万円ぐらいするんですけど、それにそっくりなこれテリックのサンダルで、ダブルクラウドっていうやつかな。で、これがもともと定価1万120円なんですけど、それが6980円、まあ3140円ぐらいで買えますよってことなんですけど、これに関しては僕オフィス用でずっと履いてるので、なんかもう履き慣れた感じなんですけど、まあ良さはねやっぱ高いんですよ。結構身長盛りたい人とかはいいかもしれないですけど、そこまで楽かって言われたら、これからあと紹介するようなやつの方が楽さは楽なんで、このデザインが好きな人はねいいと思うんですけど、僕は個人的にまあこれじゃなくてもいいかなっていう気はしたりするんですけど、こんな感じです。で、次がですね大方面なところなんやけども、これですねウーホスのサンダルなんですけど、これがまあ値段が8580円っていうのが定価なんですけども、なんと5980円。これはやっぱりいいですよね。これがやっぱ一番楽やなと思うんですけど、値段も一番安いしね、5980円、安いからいいっていうわけじゃなくて、ただただクオリティがいいんですよ。クオリティが良くて安いっていうところなんでいいなとは思いますけども、ただこの今サンダル紹介した中で僕が一番個人的に気に入ってるっていうとは、やっぱりレンボーサンダルが一番好きは好きなんですけど、リカバリーサンダルやったらやっぱウーホスこの中では一番かなと思って
りしますけども。あとこれね、キーンのヨギっていうサンダルで、このサンダルが9680円なんだけども7260円になりました。だから2420円安くなってるってことなんですけど、まあ僕個人的にはね、これ履き心地悪いからあんま好きじゃないんですよ。どういう風に使ってるかっていうと、今トイレ用のスリッパとして使ってます。だから基本的にあんま履くことないんですけども、で次がショートパンツに行きたいなと思います。ショートパンツ見たら分かる通り、ノースフェイスのパンツが着てます。これももちろん安くなっておりますので、値下げサバはそこまでなんですけど、ご紹介していきます。バーサタイルショーツの方が5544円ということで、だいたい1300円400円とかぐらい安いんかな。でバーサタイルミッドの方に関しては6480円ってことなんで、多少は安くなるんですけど、ノースフェイスとかパタゴニアとかアークテリクスってお店の事情なんやけども、勝手に値引きしたらあかんっていうのがあるんですね。大々的に値引きはできないんですけども、まあ例えば楽天のポイントが使ったりとか、そういうところで安くはなっているようです。僕もね、2年ぐらい前までバーサタイルショーツめちゃくちゃ履いてるんですけど、最近はね、あんまりちょっと履かんくなってきて、まあなんで履かへんかって言われたら大した理由はないけど、これよりも気に入るショーツがあるから履かへんだけであって、これも全然悪いショーツじゃないかなと思うんですけど、最近ちょっとね、逆に微妙なやなと思ってきたんか、ちょっとここにはないんですけど、パタゴニアのバギーズショーツが個人的にランク落ちてきたんですよ。バギーズショーツは落ちてないですよ。クオリティも落ちてないけども、自分の中のランクで少しずつバギーズショーツの優先順位が下がってきて、まあそれもちょっと理由はあるんですけども、こんな感じになっております。だからちょっとこの辺も安くはなってたりするので、まあ、ノースフェイスってね、言うても10%か 20% ぐらいの値段でしか多分安くならないと思うので、多分これが最安値ぐらいになってくるんちゃうかなと思います。あと僕が以前紹介してたこの紙パンツね、このバーサタイルパンツロングの方ですね、これ意外と春夏めっちゃ使えるんですよっていう話して、夏のおすすめコーデってこっちにも出てますけど、その時にも紹介はしたんやけども、半袖半ズボンとかやったらちょっとなんかもう少年みたいになってくるけど、こういうのをパッて履いて、さっきのね、あのセールバンズありましたね、セールバンズとセールパンツを履くことによって、ちょっと大人っぽい夏の装いと言いますかね、こうゆったりした感じの雰囲気を楽しめるってことなんで、ショーツちょっと飽きたなっていう時なんかは、こうバーサタイルショーツと全く同じ生地の長い版なんで、そもそもこれって別に軽いじゃないですか。分厚くてもう蒸し暑いっていう感じはないから、それのロングバージョンやったら確かに夏履けるじゃんということで、真夏の真っ昼間はちょっとやめた方がいいと思いますけど、夕方とかね、ちょっと夜子供の習い事迎えに行くっていう時なんかは、ありがとうございましたなんて言ったりしたら、ちょっとあのお父さんおしゃれかもしんないっていう、まあセールセールなんですけどね、セールセールなんて分からんから、そんなこっそり迎えに行けるんじゃないかなと思いますし、まあそれ以外にやったら、やっぱボディバッグ系も、特にノースフェイスはね、さっきも言ったみたいに、ほんまはセレクトショップが単体でセールしたらダメとかっていう、そういうなんかいろいろ決まりはあるんですけど、もはや今グレーゾーンみたいになってきてるから、セールもしてたんですよ。こんな感じ、免許証とかでボボって入れてね、で家の鍵とタバコ入れて、で子供迎えに行く。でこれがスイープっていう形なんですけど、スイープの方で7480円が5449円、だから2031円ぐらい安いっていうこと でグラニュールってもうちっちゃい方に関しては6270円から下の値段みたいになってるので、まあ2000円弱ぐらい安くなってたりして、まあカラーによってちょっと値段が違うみたいなんで、一概にどれっていうのは言えないんですけど、ただこの大きさって多分ハマる人にはまるんやけど、あんまり一般的にはハマらないんですよ。けどもこの大きさやったら、いやポケット入れるしって、こんだけしか入らないんだったらもうポケット入れるからいらんよってなってくるんやけど、細かいものがいっぱいある人なんかはね、ポケットにも入れるけど、ああいうとこにも入れるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で次がですね、今年買ったばっかりのポカオネオネのサンダルですよね。この間ちょっとサングラスかけてこんな感じでね、これサンダルにもなるんやけども、靴っぽくもなるから、今靴下履いて履いてますけども、これ靴下なしで履いたらもうサンダル、素足で履くとサンダルになるし、靴下履くとちょっと靴っぽい感じで、ちゃんとかかともついてるから運転もできるんですよ。今までちょっとリカバリーサンダルはかかとないから運転はできないんですけど、これは近所の習い事を迎えに行くスタイルではないですね。いいとこの塾に子供を迎えに行った時にこのスタイルで迎えに行くと。で多分他に関してはね、僕も今までいっぱい他のシューズを買ってるんですけど、安くなるとこはなるんですけど、ならないとこも定価なんです。安くなってるところって一瞬でなくなるんですよ。でも定価で買うしかないし、バーサはね結構なんだかんだ言って安くなってるとこめちゃくちゃ多いんですよ。だから僕紹介したとこだけじゃなくて、いろんなところで結構安くなったりしてるし、ノースフェイス公式ですらも安くなったりする時もあるんですよ、夏終わったらね。だからそういう風に考えたら、結構他のようには珍しいんちゃうかなと思ったりします。でノースフェイスでもう一個言うと忘れてた、このシューズですね、僕は個人的にあんまりおすすめはしないんですけど、おすすめしないけど安くなってたから言っときますね。ノースフェイスのシャトルレースウォータープルーフっていうシューズ、これ19910円で、それが13937円まで落ちてますので、6000円弱安くなってます。なんと今回紹介する中で唯一防水でございます。防水なんですけども、非常に履き心地が悪い、防水のシューズ欲しくて、なおかつどうしてもノースフェイスがいいという方であれば、すごいいい一足かなと思うんですけど、いやもうわしらおじさんやと、足硬いのでもうガチガチ歩かれへんという人なんかは、こういうホカとかね、ウーホスとかそういう方がいいと思うし、なんてもっとパンツの方がまだマシっていうぐらいちょっと履き心地悪いので、僕はあんまり個人的にはおすすめしないんですけど、で最後っていうのがですね、ジム用の服でございます。でこれね、日本であんま人気ないんやけども、海外ではやっぱ人気あるんですよ。ハワイとかやったら2店舗3店舗とかあったりするし、ワイキキビーチのめちゃくちゃいいところのど真ん中の前にあったりもするので、トレーニングされる方とか、まあ、サーフ系好きな人とかはいいかなと思うんですけど、こんな感じ
でね、ゆったり履くっていうのもいいし、ショーツでももちろん良かったりするんですけど、6200円から5200円から、そこまで安なってない1000円くらいかな。はい、ということになってますので、まあ一番今回の、まあ、大目玉の値引きって多分、レインボーサンダルかなと思うんですよ。多分、セレクトショップ普通に買い物回って、見に行って、ここまで1万1000円まで安くなってるところって多分ないと思うんですね。だからおすすめっていうのもそうやし、あとまあ、もしこれで買えなかったら、海外行く友達とかに、ちょっと悪いけど、レインボーサンダル買ってきてくれと。特にアメリカ行く人、ロサンゼルス行くとか、ハワイ行くとか、いう人にまあ、ちょっと買ってくれって言ったら、これぐらいの値段では多分買えると思います。で、他個人的にもおすすめなのが、他もう3万円で別に全然悪いとは思わないんですけど、もしこれが2万3000円で買えるんやったら、確かにちょっと安く感じるなと思ったりするので、これは公式サイトが歌ってるわけじゃなくて、セレクトショップが値引きしてるわけなんで、公式サイト行って、あれ値引きしてないやん。おい、タフトお前言ってることじゃないやんけっていう場合はですね、本部に電話してください。オフには電話しないでください。今帰ったら買えますよっていう夏のセール、ちょうどお得に買いたい。まあ、これだけ唯一なかったんってあるでしょ。ショーツだけちょうどなかったんとか、ちょうどパンツだけなかったんとか、ちょうど靴だけなかったんとかっていう人がいてると思うので、そういう時の最後の1個の買い足しというか、なればいいなっていうことで今回紹介させていただきました。まあ、僕こういうの調べるの苦手やから、うちのスタッフの森さんにも全部丸投げ。何か金額に間違い等がありましたら、すべて森さんのセールです。僕は一切責任を負いませんので、よろしくお願いします。ということで本日はですね、夏のセールアイテムを紹介してみたいな動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。